はい、どうも、Bレジェンド神谷です。今回はですね、またBレジェンド混ぜてみたシリーズやってみたいと思います。で、今回混ぜるプロテインはこちら、じゃじゃん、Bレジェンドミルキーと、じゃじゃん、Bレジェンドベリベリベリー風味でございます。でね、まあ、今回チョイスしたのは、うちのね、あのBレジェンド染田がですね、スタッフがですね、あのぜひベリー進めるのでベリーでやってくださいということを言ったので、じゃやってみようかということで、ベリー採用してみました。でね、まあ、ミルキーとベリー、まあ、いろんな味をねちょっとまあ混ぜていきたいなと思うんですが、今回はベリーとミルキーでございます。では早速混ぜてみましょう。どんな感じになるのかな。ミルキーのほんのり甘いのとね、ベリーのこうちょっと酸味がねうまく混じるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、もう水はねいつも通り 200cc 入ってますので、すり切り2杯ずつで合計4杯にしたいと思います。はい、そしてベリー、ベリーも2杯、はい、入りました。はい、こんな感じね、入りました。よいしょ、いつも通りロリングシェイクからの普通シェイクで、お、ベリーのピンクが出てきたね。おいっちょい、できました。全然泡立ちありません。泡立ちゼロ、2ミリぐらい。さあ、まず香りからしてみましょう。匂い、ほんとね、ベリーの酸味の、あのベリー単体だったらもっとツンとくる感じがあるんですけど、ミルキーと混じってそのツンとくる感じが抑えられてます、うん、で色はほんのりピンクになってるんだけど、もう言われなかったらわからないかなっていう感じ、肌色みたいな感じになってます。はい、ということで、では早速飲んでみたいと思います。いただきます。実食。うまい。なんだこれ、乳酸菌飲料みたいな味がする。あのこれぐらいの小さなプラスチックのケースに入ったあの乳酸菌飲料あるじゃないですか。昔からね、子供の時よく飲みましたけど、うん、あんな味がする。美味しい。ミルキーの練乳の乳と、ベリーの酸味で、あの乳酸菌飲料のドリンクの最後に飲んだちょっとこう酸っぱい感じになるのが、なんか結果的に再現されてる。結果的に、うん、やっぱあれだよね、あの味を変えたいっていう人は本当になんか楽しみながら飲めると思うので、まあ、今回ねミルキーがあってベリーがあってっていう混ぜ方しましたけれども、今2対2でね、2杯ずつで半々にしましたけれども、例えばもう少し酸味をだったら3対1でもいいかもしれないし、もう少し甘みをっていうのであればミルキーを3にしてベリーを1にしてもいいかもしれないし、なんかいろんな混ぜ方できると思うので、あのぜひ皆さんもいろんな飲み方を試してみてください。ということで、またね、あのいろんなミックスチャレンジしてみたいと思います。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃじゃん、ビーレジェンドミルキーとビーレジェンドベリベリベリー風味のミックスで飲んでみた動画でした。美味しかったです。はい、ぜひ皆さんお試しください。それではまたお会いしましょう。さよなら。